こんにちは、今日は先日ですね、山形の視聴者さんがお店の方来ていただきまして、ダダ茶豆をね、いただきましたので、今日はこのダダ茶豆を使って一品作っていこうと思います。まあ、カルボナーラはね、もうこれ毎回言ってますけど、生クリーム入れたらなんかカルボナーラじゃないとか、まあ、いろんな意見が出るじゃないですか。まあ、今日はさらにそこに枝豆入れようとしてるんで、まあ、わかります、言わんとしてることはわかりますけれども、まあ、今日はあえてね、創作料理みたいな感じでカルボナーラ仕立てで作っていこうと思います。ダダ茶豆の美味しい茹で方、まあ、こすり洗いして毛を洗い流して、まあ、塩茹でするみたいな感じなので、したら水で洗って水気を切れば、次茹でですね。この間ね、計量スプーン買ったんですよ。これ計量スプーンセット、塩少々ってことなので、まあ、少々入れてみようと思います。塩入れたら一度沸かして枝豆を投入ですね。じゃあ沸騰したので枝豆入れます。3分ぐらい茹でて豆の口が開いてきたら OK みたいですね。それが美味しいダダ茶豆の茹で方みたいです。多分こういう感じですね。こういう感じで豆の口が開いてきたら OK みたいですね。トッピング分だけは先にちょっと冷水にあげて、枝豆カルボナーラの方はペーストにしようと思うので、半分ぐらいはもうちょっと茹でます。まあ、7、8分茹でてからミキサーかけようと思うんですけど、まあ、その間にね、今冷やして塩振ったダダ茶豆ちょっと味見してみようと思います。すごい豆の味が濃い。まあ本当に美味しい。味が濃いですね。一度水にあげて粗熱だけ取ったら中の身だけね取り出します。めんどくさいな、これ開けちゃった方が早いよ。この時に薄皮は取ってください。薄皮まで剥き終わりましたので、これで今度ミキサーを使ってペースト状にして、でカルボナーラと合わせる流れでいこうと思います。マジ。終わった。ガスがね、終わっちゃいましたね。終わっちゃったので、キッチンに行こうと思います。まだちょっと弾力は残ってるけど、周りはカリッとしてるような。
のくらいになったら OK なので、まあ本当はねもうちょっと手前にして、で火切って余熱でこの状態で置いときたいんですけど、もうこれ完成というか、ね、火入れはバッチリなので、逆に油とを分けて対比させておきます。パスタ茹でていきます。今日使うパスタがこちらです。茹で時間5分のタリアテッレ。そしたら生クリームと牛乳1対1で割ったもので、あとここに茹で汁少し加えます。枝豆ペーストをスプーン1杯半ぐらい、とパルミジャーノ、まあ、チーズはね多めの方が美味しいと思うので、ここはケチらず。茹で上がりましたんで、今日卵卵黄だけ入れます。ブラックペッパー入れて味整えて完成です。一口いただきたいと思います。うん、カルボナーラではないけど、これでもめちゃくちゃ美味しい。いや、いいんじゃない、これヒット作だと思うんだけどな。今日サツコシ帰ってきたら食べてもらおうかな。それも撮りますかね。はい、ということで、まね、ちょっとサツコシに食べていただきましょう。どうぞ、はい、いただきます。これは、あ、枝豆のこのペーストの部分を少し麺と一緒に絡めて食べると、うん、まあ、より美味しい枝豆感が、あ、飛んじゃった。うん、いや、すごく美味しいペースト。まあ、ダダチャ豆使ってるから美味しいというのもあると思いますけど、はい、まあ、でもこれ普通の枝豆でもね、あの、同じように美味しく作れると思うので、これ久々にいいんじゃない。久々、久々に、いや、美味しい。美味しいよね、普通にね、うん、いや、普通に美味しい。枝豆カルボナーラということでお送りいたしました。綺麗なお色、これね、なかなか本当美味しかったので、ぜひ作ってみてください。じゃあ、さようなら。チャオ。本当美味しい。